豆腐実食チャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、モスキートチャンネルです。本日の動画はモスの車旅東北一周ドライブの8日目になります。本日は山形県を出発し、東北6県最後の福島県に向かいます。私は幼少の頃より家族で福島県、特に南会津辺りによく旅行に行っており、ここ数年も毎年訪れています。本日泊まる宿も昔から利用している温泉宿になります。福島県に突入です。
かお聞きっすねんで、幻の青ばと豆腐、玉梨とうふ茶屋に到着しました。ここでお昼ご飯にします。お、かぼちゃが入ってる。この地方の方言で枝豆のことを指し、この地元会津で作られた青ばとと、奥会津若年水と、天然塩田にガリを使って、ここの豆腐が作られています。枝豆を使っているので、豆腐は少し緑がかっています。そしてこの全部生揚げが、外がカリカリでとても美味しいです。大内宿にやってきました。手作り。あ、ウサギがいる。ほら。ウサギ。呪術廻戦。べこ漁師、べこ漁師だったもん、べこ漁師か。あ、すごい。いろんなべこが、人魚べこ。すごい。キリンべこいるよ。ケルべこ。シーサーべこいるんだけど。ね、お、ケルベコス、ケルベコスベコ、あ、獅子舞出た。
ん、獅子舞？違う、シーサーだ。キルベコ。ケンタウロスが獅子舞が出ない思ったやつがなかなか あ、またシーサーだいい楽しませてもらってます。人魚よし、また来ますどうも。
山鉄道の線路があるので、部屋やお風呂から電車を見ることができます。ここで東北一周ドライブの8日目の動画は終了になります。次の動画もぜひお楽しみください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。